はい、こんにちは、トールです。先週あたりからね、このスマホの充電ができなくなって、もともとはね、このこっちの普通に iPhone 買った時についてくる方のケーブル使ってたんですけど、こっちがね、ほぼほぼこんな断線みたいになっちゃって、これテープ巻いてたんだけど、こうやって巻いてても破れてきちゃってね、巻いてたんですけど、それでも使えなくなっちゃって、もともと持ってたこっちのこのナイロン製の方、これも多分差し込んでも充電できなくなったから使わなくなったんだと思うんですけど、これ久しぶりに引っ張り出してきて使ってたんですけど、確かに最初のうちは使えなかったんですけど、ネットで調べてね、汚れが原因の場合もあるとかいろいろ出てきて、こういうコンタクトスプレー、クレイのコンタクトスプレーといって、これを使ったらいいってみたいな動画があったんで、試しにね、うちの場合がそれかどうかわかんないんですけど、まあ、実際拭いてみたりとかね、ティッシュでこうガシガシ拭いてみたりとかして、何回も差し直したりとかしたら、充電できたりしてたんで、多分そっちじゃないかなと思ってるので、ちょっとやってみたいと思います。ちょっとこれ iPhone 手持ちでしてるんで、ちょっと待ってね。こういう棒がね、蓋に刺さってるんですけど、こいつを引っこ抜いてね、引っこ抜いて、どっち側とかあるのかな、ないんかな、ぶっ刺して、まあ、いらんかもしれんけどね、別に。あ、刺さなくていいや、ごめん。ティッシュにつけるだけだからいいや、もう。こうやって蓋を開けた状態で、ティッシュにね、ちょっとつけてね、やってみたいと思います。臭っ、結構臭いな。直接かけるか。結構くせえな、これ。でね、拭き取ってね。で、まだ反対側拭かなきゃいけないかもしれないから。まあいいや、反対側もやっとこう。で、こっちも引っこ抜いてね。これでいけるかどうか。ちょっとマシになったんかな。わかんないけど。はい、結論から言うと、ダメっちゃダメでした。拭いてもね、同じように何遍も刺したり、抜いたりしないとダメでした。大した効果なかったです。このスマホ見えないのか、スマホのね、差し込み口と、両側のね、端子と、やったんです。拭いたんですけど、こいつかけてね、やってみたんですけど、ダメでした。新しいケーブル買おうかなと思います。まあ、よっぽど、中が刺してたらできるのはできるんだけど、だから未練がましいんだけどね、一応注文しとこうと思います。それでは、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございます。バイバーイ。